本日はご対応の中、急なお声掛けにもかかわらずお集まりつけまして誠にありがとうございます。定刻となりましたので、ただいまより日立オートモティブシステムズ、京浜、昭和および日進工業の経営統合に関する説明会を始めさせていただきます。開催に先立ちまして、本日の進行につきましてご説明申し上げます。まず冒頭ですね、日立製作所執行役社長小島並びに本田技研工業常務執行役の貝原様よりご挨拶をさせていただいた後に、日立オートモティブシステムズプレジデント &CEO ブリス候補より経営統合の概況につきましてご説明させていただきます。その後、京浜、昭和、日進工業3社の社長からのご挨拶、フォトセッションを経まして最後に質疑応答を行います。終了時刻は18時を予定しております。それでは本日の登壇者をご紹介申し上げます。日立製作所執行役副社長小島啓司でございます。本田技研工業常務執行役員貝原則也でございます。日立オートモチブシステムズプレジデント &CEO ブリス候補でございます。京浜代表取締役社長相田圭一でございます。昭和代表取締役社長杉山信之でございます。日進工業代表取締役社長川口康史でございます。ではまず日立の小島よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いします。皆さん、日立製作所執行役副社長の小島でございます。本日はお忙しいところ、こういった形で急遽お集まりをいただきまして誠にありがとうございます。本日は当社の子会社でございますけれども、日立オートモーティブシステムズ、そしてホンダが筆頭株主として出資をされている京浜、昭和、日進工業、この経営統合についてご説明をさせていただくということでお集まりをいただきました。まず私から今回の4社の経営統合の背景ということでご説明をさせていただきます。これは皆様のご案内の通りですけれども、電子電動化あるいは自動運転の技術、こういったものが進展をしてございまして、自動車そして二輪の業界、まさに100年に一度と言われる大変革の時代を迎えてございます。こうした中で、いわゆるケースと言われる分野で、グローバルでかつ競争力のあるソリューションの開発そして提供、これを強化するということ、これを目的としてこの日立オートモーティブシステムズ、そして京浜、昭和、日進工業、この経営統合を決定をいたしました。統合会社はグローバルメガサプライヤーとして、より競争力のある技術ソリューションを確立していくということとともに、4社のシナジーとスケールメリットを生かして世界中のお客様へ提供していきます。日立ではですね、2021年度、これは最終年度として2021中期経営計画、これを本年の4月にスタートしてございます。この2021中期におきましては、日立は社会イノベーション事業でグローバルリーダーになるという目標を掲げてございます。そしてそのために、モビリティ、そしてライフ、またインダストリー、エネルギー、IT と、この5つの領域でルマーダ、デジタル化、これを活用したソリューションを提供するということで、お客様の社会価値、あるいは環境価値、経済価値、これを共に高めていくということに注力をしてございます。私が監視をするこのオートモーティブシステム事業が属するライフセクターでございますけれども、本年6月の日立 IR デイ2019、ご参加いただいた方もあろうかと思いますけれども、ここにおいて健康そして安全快適と、これをキーワードに社会課題の解決を目指すとともにですね、事業の入れ替えそしてオペレーションの改革、こういったことで収益性を改善させると
という方針をお話をしてございます。まあ、その中でもオートモーティブシステム事業につきましては、パワートレイン、そしてシャーシー、安全システムといった我々がコアと定めた事業を強化し、コア製品の世界シェア、これを3位以内に持っていきたいという、まあそういう方針をお話ししました。今回のこの4社の経営統合、これはこの我々の戦略を実現させるための大変大きなステップになります。この事業におきましては、引き続きコア製品の絞り込み、あるいはオペレーションの改革、そういったことを断行してまいりまして、収益性の改善、確実に果たしてまいります。さらに統合会社に出資する日立が持つ、まあ、デジタル技術、ルマーダを中心としたこういったさまざまなですね、新しいデジタル化の波にこうしっかり入っていくと、そういった中でこのホンダの自動車制御、この大変深いノウハウ、こういったものを融合させて電動化製品、そして CO2 排出量削減につながるような、そういったさまざまな製品、そして自動運転、また先進の運転支援システムといったことで交通事故を撲滅できるような、そういった社会の実現に向けて私どもこれから努力をしてまいります。今日はよろしくお願いいたします。続きまして、本田機械工業常務執行役員海原よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いします。本田技研工業株式会社の貝原でございます。本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。この度の新しいパートナーシップの合意に至り、大変嬉しく思っております。京浜、昭和、日新工業、そしてホンダはパワートレインやシャーシー領域においてともに先進機能部品を開発してまいりました。これからの自動車産業における技術の進化は、電動化やシャーシ制御、運転支援システム、それぞれが個々に進化しながら今まで以上に連携し、さらに統合へ向かうと認識しております。ホンダの機能部品を担っていただいてきた3社の強み、日立オートモーティブシステムズの制御開発の競争力、日立製作所の幅広い技術、完成車を担うホンダの技術、これらを融合できる新たなパートナーシップで、完成車1台分の統合制御などのこれからの技術進化をリードできると確信しております。そしてこのパートナーシップで生み出された技術を新たな統合会社のシナジーで競争力をさらに高め、広く拡散することで、お客様の移動の喜びの拡大と自動車および二輪車産業発展への貢献を目指してまいります。これまでホンダは世界中の幅広いパートナーの皆様とともに技術と QCD 競争力の進化に取り組んでまいりました。今後はさらにこれまで培ってきましたパートナーシップの枠も超えて、個々のお取引先の強みを融合し、新たなフォーメーションを作り出し、世界中の一人一人の移動と暮らしの進化をリードしてまいりたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、経営統合の狙いにつきまして、日立オートモーティブシステムズ、ブリックホよりご説明申し上げます。なお、説明は英語で行いますので、同時通訳をご利用の方は、機上のレシーバーをご活用ください。日本語はチャンネル1番になります。じゃあ、候補さん、お願いします。はい。皆様、こんにちは。まず、本日は、お忙しい中こちらに
いらしていただきありがとうございました。今回この合意に達したということ、メガサプライを作り、そしてこの4社をさらに強くし、持続可能性をこのマーケットの中に実施することを発表できることを大変嬉しく思います。では簡潔にお話したいと思います。まずこの取引の概要です。またその背景をお話しし、また新しい統合会社の強みについてお話しいたします。また長期的な経営ビジョン、何を目指すのか、将来どうなりたいかということ、それからまとめに入りたいと思います。この新しい会社、統合された昭和日新京浜、そして日立オートモティブシステムズですけれども、これは 1.7 兆の連結売上、そして従業員7万5千人になります。またこの会社の名前は日立オートモティブシステムズという暫定的な名前になりますけれども、同僚の皆様と一緒にこれから今後のプロセスを得て名前をこれから磨き上げてまいります。また基本契約書が今日締結されましたけれども、このあと京浜昭和日新工業がホンダによって公開買い付けされます。ホンダさんはこの3社を買収し、完全子会社化し、吸収合併します。そしてこの会社を新しいジョイントベンチャーに入って、新しいメガサプライヤーが作られることになります。ではなぜそれをやるのか、なぜこれがこの4社の将来にとって、また社員の将来にとって大事なのか。まず私たちはご存知のように、自動車市場は大きな変革を遂げております。技術もますます電気化が進んでおります。電動化が進んでいる、自動運転も進んでおります。これによって環境が改善され、また人々の安全性を向上させるためです。またソフトも必要です。複雑なソリューションのためのソフトウェアが必要です。したがってそれによって自動車はさらに安全になります。これもますます増えていきます。マーケットがこういう要求をしておりますので、このためには規模や強い技術が必要です。またグローバルなフットプリントが必要で、より多くの人材が力を合わせる必要があります。さまざまな事例があります。なぜこれがいいのか、4社がより強くなるのになぜこれを役立つのかということですが、共に包括的な先端的な技術のパワートレイン、自動車運動制御のコントロール、また自動運転、先進運転支援システムなどにおいて、そういうソリューションが提供できるようになります。これらの取引は全ての関係しているパートナーに恩恵を提供することになります。統合会社には規模が生まれます。テクノロジーを合わせると先端的な技術を組み合わせることができます。また人材ももっと成長できます。さらに大事なお客様にさまざまな可能性が提供できます。これらの恩恵をお客様は全員享受できます。また株主にとっても一つが本田さんですが、日立と強いパートナーシップを持ち、自動車ビジネスを強化できます。またホンダ日立は両方とも新しいシナジー、新しいビジネス、新しいソリューションに新しいものが提供できる可能性が強まれます。この新しい統合会社は3つや4つの主な製品、主な分野、今の分野で強い立場を続くことができます。まず二輪車では、もともと昭和日新京浜は強みを持っております。これはそのままとどまり、さらに強化されます。またパワートレインでも強くなります。来年期間でも電気でもそうです。またシャシーいや自動運転、先進運転支援システムでも強みを持ちます。グローバルなリーダーシップポジションを今活動しているさまざまな分野で確立できます。そうすることで会社の今後の持続可能性が確保されます。この統合会社の目標は、各社の強みを統合し、本当の意味でグローバルなメガサプライヤーを立ち上げるということです。これはグローバルな競争力のあるソリューションが提供できます。自動車産業を形成し、シナジーを最大化し、
それぞれの4社のスキル強みを最大化できます。そうすることでさらに持続可能社会に貢献できます。そしてお客様の生活、そして QOL の向上にもつながります。で、今後の戦略ですけれども、グローバルリーダーシップのポジションです。グローバルリーダーシップは規模のことです。技術ということで、お客様に価値を提供するということです。そして価値創造をしていく、お客様とステークホルダーに対して価値を創出していく、そしてその結果ステークホルダーの皆様に十分な収益、堅調な業績を生んでいくということであります。そういった中でプロダクトでもプロセスの中でも最先端を行く、そして4社それぞれの経験からお互いをから学んでいく、まさに最先端の技術からお互い学び合うということであります。そしてみんなで先に進むということになります。で、我々が実際に持ち寄る強みの一つでありますけれども、電動化ということで、非常にコンパクトで効率性の高い高品質の製品をマーケットに投入してまいります。また先進車種ということで、より効率的で、そして共に挙動することによって車のモビリティをさらに改善してまいります。そしてこれは自動運転、先進運転支援システムと組み合わせていくことになります。現在の日立、そしてホンダの資源、経営資源を鑑みますと、さまざまなところでチャンスが生まれてまいります。さまざまな領域で将来のビジネスというものを探求することができます。まさに100年に一度の変化が起きている市場でありますので、こういった領域をさらに進みていくことによって、価値創造を通じてお客様にソリューションを提供することができます。長期的な経営ビジョン、これは私ども共有しております。社会価値がまず一つ目であります。引き続き安全性を向上させていく、それから環境価値が2点目であります。またモビリティが実際に環境に及ぼす負荷を低減してまいります。またメガサプライヤーとなることによって、テクノロジー、それから人材、クオリティ、そしてフットプリントそのものも低減することができます。最終的にこの新会社、新エコペン会社、景品昭和、日清工業様も一緒になった会社でありますけれども、これをさらに経済価値を高めてまいります。経営統合によりまして、各社の強みを兼ね備えたグローバルなメガサプライヤーとなってまいります。また100年に一度の大変革時代を迎える自動車、二輪車業界で主導的なポジションを活用してまいります。また安全で快適な社会の実現と、人々の移動する喜びの拡大を目指すとともに、自動車、二輪車業界の次世代に向けた発展に貢献してまいりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。続きまして、景品昭和、日清工業の社長よりそれぞれご挨拶をいただきます。それでは景品相田様、よろしくお願いします。皆さんこんばんは、景品の相田でございます。本日は遅い時間にもかかわらずご出席いただきまして誠にありがとうございます。今回世界をリードできる新しいグローバルメガサプライヤーの発足に参画できることをとても嬉しく思っております。当社は1956年の創業以来、二輪車それと四輪車の環境対応技術、こちらを強みに事業を展開してまいりました。そして1990年代からハイブリッドを中心といたしました電動車用パワートレインの開発をはじめ、地球環境に優しいモビリティの進化で未来に貢献するという取り組みをしてまいりました。今回この4社が一つになり、さらにホンダと日立の技術強みが融合することによって、ケース時代で求められています電動化技術、自動化技術、そしてコネクテッド技術、こちらの技術開発が大きく加速をし、お客様に対してさらなる価値あるソリューションが提供できるというふうに確信しております。
今回の統合によりまして、私どもはこれまで以上に共感と信頼の得られる企業へ成長し、すべてのステークホルダーの皆様により多くの喜びを提供していきたいと考えております。そして緑豊かな地球環境や世界中のお客様が笑顔で安心して利用できるモビリティ社会の実現を目指して貢献していきたいというふうに考えております。ありがとうございます。続きまして昭和杉山様お願いします。株式会社昭和の杉山でございます。本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ご認識のとおり、もう先にもお話しされましたように、自動車業界においてはコネクティッド、自動運転、シェアリング、電動化といったケースと呼ばれる新しい領域での技術革新が進むなど、当社を取り巻く事業環境は急速かつ大きく変化をしております。このようなこれまで以上に高度かつ複雑に自動車部品全体が協調制御されることが求められるケース、時代において本統合を通じて統合4社が有する自動運転、車両運動制御 OTA や日立グループとホンダグループの融合によって二輪四輪車の両分野においてより付加価値の高いシャーシ制御と自動運転の統合制御システムを実現し、業界をリードするサプライヤーを目指す今回のチャレンジに踏み出すことと決意いたしました。日立オートモーティブは ECU、 モーター、センサー領域および駆動の優れた技術を持たれていると認識しております。京浜、日進工業もパワートレイン、ブレーキシステムにのそれぞれの分野において卓越した技術を保有されております。また両社は長年同じホンダグループの中で当社と肩を並べて二輪四輪業界に貢献してきた存在でもあります。本統合を通じて統合4社が集結することで、ホンダ様だけではなく、全世界の二輪四輪メーカーの皆様により高い付加価値を提供できるようになると我々は信じております。当社は世界のお客様から信頼されるグローバル企業を目指し、たゆまぬ改革を続け、最高の技術と品質で優れた商品を提供し、ユーザーニーズに応えるを社是としておりますが、本統合はまさしく技術の革新による社会への貢献と世界中のお客様からの信頼、そして統合に関わる従業員全員の飛躍に大きく寄与するものと確信しております。これまで昭和のブランドを信頼し支えていただきました株主の皆様、取引先の皆様、従業員の皆様にも当社の経営判断をご理解いただき、引き続きこのチャレンジをご支援いただきますようお願い申し上げます。どうもありがとうございます。続きまして日進工業川口様よろしくお願いします。日進工業株式会社の川口でございます。本日はお忙しい中、このように大勢の皆様にお集まりをいただきありがとうございます。この度この新たなグローバルサプライヤーの発足に我々日進が参画できることを大変嬉しく思っております。当社は創業以来、自動車および二輪車に不変のニーズである環境と安心、
これに応えるべく軽量化による環境負荷低減に寄与するアルミ製品や交通事故ゼロ社会の実現に向けたブレーキ製品を手掛けてまいりましたが、ご存知のように自動車、二輪車、こういった業界が大変な時期を迎えるこの中にございまして、従来よりも格段に先進的で付加価値の高い製品システム、これをスピード感を持って提供し続けていくことが求められております。当社がこういったご期待に応え続けていくためには、技術力と企業としての体力、すなわちより強固な企業基盤、これを作り上げていくことが不可欠となります。今回のこの新会社の発足は、このような環境の中で飛躍的な企業競争力の向上を短期間で成し遂げるためのものであると考えております。参画する各社が持つ各領域におけるお互いの強み、得意技、これらを組み合わせシナジーを発揮することにより、今後将来にわたってより多くのお客様にトップクラスのソリューションをスピード感を持って提供することが可能となります。この新会社はすべてのステークホルダーの皆様と社会により強固なサステナビリティをもたらすことができると確信しております。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではフォトセッションを行います。スチルとムービーと分けて行いますので、初めスチルの方から行いたいと思います。どうぞ前の方にお集めください。登壇者の方はどうぞ上の方にご移動ください。それでは質疑応答に移らさせていただきます。係の者がマイクを持ってお返ししますので、社名とお名前を名乗ってから日本語でも英語でも質問は結構でございます。登壇者6名おりますので、もし可能でしたら回答者をですね、直接ご指名いただければ幸いです。それではご質問いかがでしょうか。じゃあそちらの、奥の列の前から2番目の男性の方お願いします。朝日新聞の笹井といいます。小島副社長にお伺いしたいんですけれども、日立さんのですね、この統合による、メリットっていうのはちょっとよく分かりにくくてですね、その自動車事業の強化ということなんですけれども、御社にとって、その自動車事業を、この先強化していって、その先に何を見据えていらっしゃるのか、でその日立全体としてですね、今回の統合が、他の事業とのシナジーとかですね、どういうふうなこう関係性があるのか、どのようにこう御社の事業全体の中で位置づけていくのかっていうのをちょっと、ご説明いただけますでしょうか。じゃあよろしいですか。ご質問どうもありがとうございます。ですね、これいろんな場で申し上げてるんですけども、私どもこの自動車、今部品の事業ですけれども、これは大きく変わっていくっていうふうに思っておりまして、すでにシステム化っていう流れはもうソフトウェアを含めてどんどん起きてますけれども、これからですね、もっともっと上位のレイヤーまでこの事業は伸びていくというふうに考えておりまして、カー OEM メーカーさんももうどんどんサービスカンパニーになっていくという中で、この事業はですね、非常にいいシステムビジネス、そしてシステムサービスビジネスに変わっていくというふうに思っています。でそういう意味から言いますと、私どもは例えばスマートシティだとかですね、いろんなこの、私の見てるライフっていう関連で言いますと、もっともっとこう住みよい街に、これから高齢化社会どんどん進んでいく中でしていくにはどうするかっていうのを考えたときに、この移動っていう話も必ず物でも人でも出てまいりますから、これは非常にやっぱり重要な我々のソリューションの一部だというふうに位置づけています。
従いまして私どもの社会イノベーション事業というのをこれから大きくしていくという中で、このモビリティのところ、特に自動車のまあですかね、これから人がどんどんこう簡単に移動する、そしてそれがサービスになっていくという中で、ここは重要なコアだと思って考えています。というわけで、この事業がですね、これから大きく変わっていくということを見据えた上で、必ずこの社会イノベーションと我々が言っている中で重要になると考えての、こういった強化というふうにご理解いただければと思います。ありがとうございます。で、そういった中で、その将来像を見据えた中で、今回の統合で一歩前進ということだと思うんですけども、今後そういうところにたどり着くために必要なピースっていうのはどういうところだと考えていらっしゃるのか。で、御社今そのルマーダっていうのをすごく注力されていると思うんですけども、そのルマーダとの関係性っていうのは多分あると思うんですけども、そういったところとも絡めてご説明いただけますでしょうか。はい、じゃあ引き続いて私お答えすればよろしいですかね。ですね、私どもこういろんなピースこれからまだまだですね、足りないところ出てくるっていうふうに認識をしてございまして、今申し上げましたけれども、これからシステム化、そしてサービス化っていう流れが大きくあると、そういったことを考えたときに、ソフトウェアを中心に、いろんなテクノロジーが必要になってくるというふうに考えておりまして、そういったものはもちろん自前の R&D、 そしてまた場合によっては新しく外の力を取り入れるっていうことも含めて考えていくということで、ですね、ミッシングピースみたいなもの、結構、これからどんどんこう何ですかね、世の中が変わっていくにつれてまた新しく出てくると思っておりますし、それは機動的にですね、この新しい会社の活力を生かして、また本田さんを含めたいろんな知見を生かして、臨機応変に対応していきたいというふうに思っています。でもう一つですね、この事業これからサービス化していく中で、もう絶対にもう外せないと思ってますのは、デジタルっていう話と、データっていう話です。車っていうのはですね、2輪4輪限らず、これからいろんなデータを発生させていくっていう意味から言いますと、大変重要なソースになってくると思います。したがって我々のルマダっていうのは、データにですね光を当てて新しい価値を作っていこう、それをお客様と一緒にやろうっていう、考え方でずっとやってるものですけれども、この車の領域、2輪4輪の領域、そこはまさにですね、多くのデータ、そしてそれをルマダで解析して新しい価値をお客様と作っていくというのに非常にこうフィットした領域だと思っています。というわけで、そういった日立の力、そして本田さんの力、すべて合わせてこの新しい分野を切り開いていきたいというのが思いでございます。最後一点すみません、モビリティという観点で御社鉄道もやられていると思うんですけども、そういったその車とかそういう移動体のそれぞれの特性に関わらず、モビリティっていう中でこう街づくりというか、そういうのも含めて一体でやっていくっていう中のその一つっていう、そういう理解でいいんでしょうか。そういうふうに理解していただければと思います。例えばスマートシティみたいな案件ですと、大体このその街にどうやって人を持ってくるかということで、鉄道みたいな話は大体新しいグリーンフィールド系だと出てまいります。で同時にその街の中でどうやって人をもっとうまく動かしていくんだろうっていう話が必ず出てますし、またビルの中でまたどうやって人を動かしていくんだっていう話が出ます。というわけで、車、そして鉄道、あるいはエレベーター、エスカレーターのようなもの、そういった人や物を運ぶっていう仕掛け、これが大変重要な柱になってまいりますので、そういった観点で力を入れてまいります。他にご質問ございませんでしょうか。それではですね、この真ん中の列のですね、中ほど後ろの方。ありがとうございます。オートモーティブニュースの岡村と申します。ホンダの方に向けての質問なんですけれど、先ほどパートナーシップの枠を超えて新たなフォーメーションを作るというふうにおっしゃっていましたけれど、それは今までのフォード、例えばゼネラ GM 以外にも視野に含めてサプライヤーとして提供していくというふうなことなんでしょうか。そして、プラスその特に GM ではクルーズとの提携、協業がありますけれど、そういったこともさらに進化させて深めていく、進化させていくという方向をいろいろ考えていらっしゃるんですか。よろしくお願いします。
ホンダの貝原でございます。ご質問ありがとうございます。パートナーシップ、これからですね、当然今の技術進化からしますと1台分の制御ということが大変重要になってくると考えておりますので、今回の主な狙いはそこにあると思っていただいていいと思います。でそういった技術を進化させることでより、広げていけることができるというふうに考えております。でそれと同時にやはり新たなフォーメーションといいますのはこういった考え方をいろいろな観点で広げていきたい、すなわち相手を別に今から選択することなく機会があれば積極的にですね提携等も考えていくということは今後検討を進めさせていただくという考えでございます。特に個別の会社、GM とかフォードということに関してはちょっとここではお話はさせていただきませんが、そういった観点で今後特に相手を選択するということではなく機会があってより技術的に将来性が望めるということであればですね、今のグループ取引先も含め今後のさらなる強化あるいは積極的にお客様に価値あるものを提供できるという方向に進んでいきたいというふうに考えております。以上でございます。よろしいでしょうか。それではですね、次にご質問をお伺いしたいと思います。それでは奥の列のですね、前から3列目の、はい、男性の方お願いします。そうですね、読売新聞の川口と申します。本田さん の, そのちょっと系列の改革という意味みたいなところでお伺いしたいんですけども、この統合は本田さん の, その調達にどういう影響を与えるのかというのと、その統合会社の売上高比率で見ると本田さんってどれぐらいになると見込まれているのかというのと、本田さんも今回統合でいわゆる 33.4% 持たれますけども、他のいわゆるメガサプライヤーも含めて今後その柔軟な部品調達っていうのを今までとはまた違ったふうに進めていくのかというのをお伺いしたいと思います。調達戦略という考え方でいきますと、これまでももちろん技術力あるいは QCD の観点で、お取引先というのは選定させていただいております。ただ先ほど申しましたように将来の勝ち技につながるあるいはお客様に、大きな提供価値を、我々として、供給できるというものに関してはですね、積極的にそういった連携も踏まえながら考えていきたいというそういう考え方で今回組ませていただいております。したがって直接今回ここで、というのはこれまでもこの3社あるいは日立さんとはですね、お取引先はずっと継続させていただいておりますので、それが大きくこの今回の提携によってすぐに大きく変わるというものではございませんが、将来そういった技術進化であるとかあるいは新たな提供価値を追求するにあたっていくとですね、そういった見方もできてくるかなというふうに思っていただければいいかなというふうに思います。よろしいでしょうか。新会社の本田さんの比率っていうのは何か想定されるものはあるんでしょうか。将来的に特に比率というのを考えているわけではございません。あくまでも本田としましてはここで、いかなる、価値をお客様に提供できるかというのが鍵でございます。でそれをやることによって逆に言いますと他の他班に対してもですね、広げられるというふうに思っております。日立様の技術あるいはホンダの車体の技術、そして3社の皆さんの現状の技術、これをつなげてさらに競争力を上げていくと、簡単に言いますと自動的にホンダの比率は将来的に下がっていくであろうということでございます。他にご質問ございませんでしょうか。じゃあこちらの列のですね、一番のピンクのシャツの男性の方お願いします。ありがとうございます。シティグループ証券江沢と申します。2つお願いしたいと思います。小島副社長にお伺いしたいんですけども、プレスリリースのシナジーの欄にあまりボリュームを割かれてないような印象がありまして、これだけ多くの企業さんが合併されるので固定費削減などのシナジー効果のどこからいくらいつ出てくるかと、でその結果その
中継で掲げられてます営業利益率 10% ロイック 15% というのはこの合併によって遠のいたのか近づくのか、ここを一つ目教えてください。はい、ご質問どうもありがとうございます。まあ、当然のことながら、コストシナジー、大きく刈り取っていくっていうのは我々にとって非常に重要なテーマであります。それで具体的にですね、じゃあどういうことっていうのはこれからいろんな計画をしていくことになるんですけれども、この業界、ご承知の通りで、例えばですね、ソフトウェアのコストの何て言うんでしょうかね、十分回収しようと思うと相当なボリュームがいるっていうことでありまして、やっぱり私どもですね、ボリュームを相当スケールアップしていかないと基本的に利益が出ていく格好にはならないというふうに考えています。そういった意味ではですね、今回のこの統合っていうのは我々が営業利益率、2桁っていうのを目指して21年進めているんですけども、これにとって極めて重要なことであります。というわけで、この今回の統合がですね、我々のこの中継も目指している目標の非常に重要なパートであったということであります。というわけで、このコストシナジーこれからしっかりと刈り取っていくということで、記述が少ないというお話でしたけども、もちろん中ではですね、非常にたくさんのテーマで取り組むということでございます。コストシナジーの金額はお話にならないということでよろしいですか。そうですね、それは今日の時点ではちょっと勘弁していただきたいなというふうに思っています。わかりました。もう一つの質問はですね、自動車、日立にとっての自動車事業の位置づけについてなんですが、セグメント変更を先般行われまして、自動車だけで独立した事業セグメントではなくなって、ライフセグメントの中のサブセグメントとして位置づけられるようになりまして、一段その格としては非中核に寄ったような印象も一部あったんですが、今回のこう事業拡大策でですね、今後はその最終的にその独立した事業をコア事業として日立グループの中にまたこう復活してくるという方向なのか、それとも最終的には IPO や売却などのエグジットプランを日立としては考えていく方向なのか、どちらをお考えでしょうか。なんて言うんでしょう、こうエグジットプランを考えるということは全く考えていません。私どもですね、サブセグメントって言いますか、その一つ隠し下げっていうお話をされたんですけども、そういうふうには全く思っておりませんで、私たちにとってですね、非常に重要なテーマはプロダクトっていうのをしっかり強化するとともに、サイバーフィジカルワールドって言ってるぐらいで、あとはそれを使ったソリューションっていうところをどうやって新しく、データエコノミーみたいなものを作っていくかっていう、その両輪を必ず回さなくちゃいけないっていうのが我々の認識なんです。従いまして、そのフィジカル側の何て言うんでしょう、非常に重要な柱であるプロダクトっていうのは今後も強化を続けます。それと同時にこのセクターっていう格好にした、というかライフですとかモビリティっていう格好にしたのは、そこでソリューションを作っていくレベルっていうのをしっかり作りたいから、そういう構造を作ってるんですね。というわけで、両輪を回すための仕掛けというふうに考えていただけると大変ありがたいというふうに私は思っています。はい、よく分かりました。ありがとうございます。他にご質問ございませんでしょうか。それでですね、一番前の、奥の一番前の男性の方お願いします。はい、ニュースピックスの平岡と申します。まず1点目の質問は、日立さん側に、お願いしたいんですが、先ほどその CPS という言葉も出て、そのいわゆるリアルのデータ、質の高いデータを大量に獲得したいということだと思うんですが、こう現時点でどういったそのデータが今後手に入ってきて、どんなそのサービス、例えば車両のメンテナンスとかいろいろ考えられるんですが、実現できるかということと、あともう一つが、その電機メーカーさんっていろんな事業をやっておられて、日立さんだとインフラ強くて、で今回自動車も強化されて、そのもしかしたらそのこうリソースが分散してしまうんじゃないかという懸念もあるかと思うんですが、そういったところでそうならないようなお考えがあればお聞かせください。は
はい、じゃあこれも私小島からのお答えをさせていただきます。一番ですね、データを生かしていくっていう意味で取っかかりになると私たちが思っているのは、いわゆる OTA っていう話です。まあ、オーバーディエアっていう、なんていうんですかね、車の中っていうのはどん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 こうソフトウェアが増えて複雑化していきますから、それをこうシステムとしてどうマネージしていくかっていいますか、まあ、ソフトウェアの更新含めてそれをどうやっていくかっていうのが、非常に大きなテーマの一つになるというふうに思ってまして、そこを必ずこう今の車っていうのを外のいろんな、まあ、クラウドっていうんですかね、データセンターみたいなものとつないで管理するようになっていくと、それが一番最初の始まりだと思ってます。したがってそこをまずですね、しっかりやると、それでその OTA の周りにだん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 いろんなサービスがついていくと、最初はメンテナンスかもしれませんけども、もっと安全に関わるようなこととか、ドライバーのこう安全とか健康に関わるようなこととか、どんどんそういった形でこうサービスの世界がリッチになっていくというふうに思ってますので、まずそこから入って世界を広げていきたいというのがデータに対するお答えです。あともう一つですね、このリソースの分散っていうふうに思われるのかなっていうふうに今伺ってて思ったんですけども、私どもはですね、よくコンクルマリとディスカウントって散々こうなんて言うんでしょう、揶揄されるんですけども、こういったこれからのデータ分析だとか AI だとか、そういった世界が中心になってくると、まあ、実際に私は強くそう思ってるんですけども、鉄道のこう車両、まあ、列車ですよね、車両ですとか、あるいはエレベーターだとか、この自動車だとか、そういったところは本当に共通になってきてると自分は思ってまして、テクノロジー的にはですね、そういったなんて言うんでしょう、リソースが分散するというよりはむしろそこにこう知見がこう溜まっていくって言いますか、そういった形になると思っています。私どもルマーダっていう、そういったまあ、イニシアティブを進めてるんですけども、ルマーダっていうものの考え方は、そういったいろんな全く違うと思っていた分野、そこでどういうふうにデータをうまく使うんでしょうっていう話をユースケースとして蓄積していくと、それを中央に蓄積するといろんなところでさらに使えるようになるというのが基本的な発想なんです。したがって私このデータ、まあ、資本主義みたいな世界ではリソースが分散するというよりは、リソースがどんどんこう知恵が固まっていくっていうんですかね、そちらの方向にドライブしたいと思って、いろんなことをやっています。はい、ありがとうございます。あと本田さんにお聞きしたいんですが、まあ、一般的にメーカーさんがあって、そのサプライヤーさんがあって、でメーカーさんとサプライヤーさんで、まあ、QCD を磨いていったり、そのグローバルで生産できる体制をこう築かれてきたと思うんですが、まあ、見方によってはそういうサプライヤーさんがへのその出資が、まあ、日立さんの方が高くなって、で今後そのいわゆる QCD だとかグローバルの調達といった面での競争力をどうこう維持していくのかです、またはそのまあケース革命とかそのマースと呼ばれている中で、そのやっぱ競争の軸が変化してきたんでこうなってきたのか、そういったそのなんかこう考えの変化とか価値観ということについて詳しくお聞かせ願いますでしょうか。まあ、冒頭で小島副社長さんからもお話がありましたけれども、やはり業界の状況が変化してきていますですよね。今まさにおっしゃった通り、やはり自動運転あるいは電動化、そういった技術進化、さらには将来的にケースと言われている部分でいきますとコネクティビティ、そういったところまで今後広げていかなければいけないというふうな状況になっています。でこうした中で今先ほど申しましたように、まず車両の1台と考えたときに、その今後の変化に対して車両の1台がそれに十分耐えうる、あるいはそこに新たな価値が提供できるものになってなきゃいけないということがございます。そういったことも含めて今回3社および日立さんが一緒になることで、それが実現できるというふうに考えておりまして、これが実現できることによって、今まさにおっしゃいました将来の、ケースコネクティビティとかそういったところまで、今後可能性がまさに広がっていくんだろうなと、そういったことを考えております。したがってそういったフォーメーションで今後進めていきますので、将来的には、他にもですね、例えばソフトウェアの統合化だとか、そういったことも含めれば他のお取引先ともそういったことを今後広げていくというのは十分考えられることかなというふうに思っております。あとはその、グローバル の, その調達だとか、その QCD という考えについては不変なのか、少しそれともやっぱ
よりその系列からオープンという見方に変わってきているのかどうなんでしょうか。基本的に QCD の考え方というのはその系列あるいは非系列問わずですね、我々としては全く同じ考え方をしておりますので、そういった意味ではその QCD あるいは技術力という観点で競争力があればですね、それはどの取引先であっても我々としてはいろいろ連携をさせていただくということは十分可能性として考えております。はい、ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。定刻がそろそろ迫ってまいりましたので、以降のご質問はお一人様一問ということでご協力をお願いしたいと思います。ご質問いかがでしょうか。ですね、真ん中のですね、真ん中の列の真ん中の、眼鏡をかけている男性の方お願いします。日本経済新聞の古川と申します。日立さんと本田さんがそれぞれちょっと伺いたいんですが、今回その統合する4社間で、例えばPCU であったり、ケインさんの PCU と日立さんの PCU で、昭和さんのショックアブソーバーと、日立さんのショックアブソーバー、それぞれ重複する部品っていうのが結構あると思うんですが、そこの整理とか、言ってしまえばリストラとか、そのあたりはどうお考えでしょうか。Thank you. Thank you very much. ご質問ありがとうございます。英語で答えさせていただきます。たくさんの商品がお互いに類似しているものが、ショックアブソーバーだけでなく、ブレークとかエンジンなどがあります。ただこの4社を統合することで誰もがより良いテクノロジーを提供できる、そして効率を上げることができます。この例えば1社の人はある商品に力を入れる、別の会社の人は別の商品に力を入れるということで効率を上げることができます。このようにして私たちは効率を上げることができます。製品開発の仕方の効率が上がります。そうすることで私たち自身のグローバルな工場を活用し、よりお客様にグローバルに近くいることができますし、シナジーも享受できます。例えばお客様へのリーチ、グローバルのお客様のポートフォリオが大きく増えてお互いの恩恵を享受し合うことができます。また最終的にこの人材のリーチも拡大しています。4社でたくさんの人材がいますので、それをまとめることでよりよく人材開発し、またよりよく人材が活用できます。したがってこの組み合わせによってより成長ができ、そしてより良いお客様へのグローバルなリーチも拡大でき、効率も上げることができます。そしてリソースは必要なところに集中させることができます。十分な新しいソリューションを開発するリソースがあります。さんも言っていましたけれども、この貝原さんも言ってましたけど、新しいソリューション、新しい価値提案をお客様に作って今後差別化が図れると思います。よろしいですか。他にご質問の方ございませんでしょうか。じゃあ真ん中の列のですね、前から1、2、3、4番目の青いシャツの方をお願いいたします。メリルリンチの証券の平川と申します。一問お願いいたします。統合比率なんですけれども、持ち分比率、日立 66%、ホンダ 34% ということですけれども、統合会社の売上とその利益水準を見てみると、おそらく半々、もしくはその統合日立の方が若干低いということだというふうに理解しております。その状況において、持ち分比率が 66% と 34% になった背景について、もう少し詳しく教えていただければと思います。以上です。では、これも日立の小島からお答えをいたします。これはですね、まずこの3分の2と3分の1っていうのは、基本的にこういった格好だと、水平にこうどこなんですかね、ボリュームをこうたくさん出していけるっていいますか、あんまりこう本田さんの比率が高くなると
必ずしもそれを、是としないお客様っていうのは当然こう出てくるわけで、そこら辺のバランスをよく考えた上で、まあ、ここはいいかなと、お客様のフィードバックも受けた上でですね、ここら辺がバランスがいいかなというふうに思ったということでございます。それで両者のですねバリエーションとこの関係っていう観点から言いますと、基本的に日立側のノンキャッシュのトランザクションということを考えてますので、この統合会社から例えばこう結構キャッシュを持ってるとすると、それをある程度エキストラクトして本田さんがですね、バランスを取って、バリエーションをこの経済価値っていうんですかね、それをこのボーティングシェアに合わせるというのが基本的な考え方です。少し補足させていただいてですね、今小島副社長さんがおっしゃったようにですね、基本的には広く拡販をしていくということも将来を見据えてですね、この割合にしたというのが前提でございます。ただ我々としては自動車産業の発展というのをですね、やはり継続して日本ものづくりでやっていかなきゃいけないんでですね、その貢献に向けてのですね、やはりそういった意味での拡販ということも踏まえておりますので、やはりそういう観点で日立さんにその部分をかなり担っていただいて、幅広い顧客のネットワークを活用させていただくということもいいのかなというふうに思いましてですね、こういった観点でやらせております。ただ技術力のところはホンダがしっかり見させていただきますので、ご期待ください。はい、他にご質問ございませんでしょうか。じゃあ、こちらの前から2番目の男性の方お願いします。産業新社長にちょっとお伺いしたいんですけれども、車載用センサーや、あと自制材料などを作られているグループ会社の日立金属あると思うんですけれども、そちらへの影響を教えていただけますでしょうか。ですね、基本的な影響はないというふうに我々考えています。もちろん日立金属さんもいろんな自動車関係のお客様とかお持ちですけども、特にこの影響で、我々のこの統合会社の影響でですね、金属さんのなんかいろんな事業に影響が出るっていうのは我々としては想定しておりません。それは他のグループ会社に関してもということですか。そうですね、わかりました、ありがとうございます。他にご質問ございませんでしょうか。じゃあこちらの前から3番目の端の男性の方お願いします。すいません、共同通信の才川と申します。ちょっと聞き逃していたら申し訳ないんですけれども、資料上いくつか未定になっているものが、例えばその新会社の発足時期ですとかです、新会社の社名ですね、日立のブランドは残すというふうなことでは合意されているようなんですけれども、その辺のちょっと資料上未定のものがどういう考えでどうなりそうなのかっていう目処みたいなところでも教えていただければと思います。Thank you very much. ありがとうございます。今の段階では日立オートモーティブシステムというのが仮称になっております。ただプレゼンテーションでもありましたけれども、今後数ヶ月の間に最終的にどういった形になるのかということを決定していきたいと思います。日立という名前が確かにその中に入ってくるという可能性は高いと思います。ただ実際にこの JV のクロージングはだいたい12ヶ月後ということになります。1年後というふうに考えております。その前にですから TOB をして、そして事業譲渡をして、そしてアンティトラスト独禁法のその取り組みも各国でやらなければいけない、いろいろクロージングの前にやることということですね。するというイメージでよろしいでしょうか。 Yes. 答え、はい、そうです。それでも定刻を過ぎておりますが、最後のお一方ご質問をお受けしたいと思います。ではそちらのお隣の方お願いします。 UBS 証券会社の安井と申します。プレゼン資料の7ページに、あるシナジー効果のところでパワートレイン、シャーシー、あと ADAS システムというご説明をいただいております。で、マーケットシェアでナンバーワンということを標榜されておりますけれども、統合会社の売上構成比率、あとは順番が左から順番にこう強い順番になっているように見えますので、力の入れ具合、優位性を考えても ADAS はとても競争が激しいところだと思いますので、どこを
さらに強化していくのかっていうこの力加減みたいなものがあればと思います。以上です。So, はい、まず電動化がナンバーワンだと思います。京浜と日立オートモーティブの組み合わせで非常に強いポジションを築き上げると思います。今の市場でのポジションがあり、また技術を持っているからです。両方の技術を合わせることでそうなると思います。また先進車種については非常に強い組み合わせが日清と昭和、日立オートモーティブとの間で見られます。特にブレーキの分野、あるいはサスペンション、ステアリング、またプロパルションシャフトもそうです。1位か2位になると思います。また ADADAS については、まあ、具体的なセンサーに力を入れていきますし、また ECU にも力を入れて、またセンサーの情報の最適化をし、この車両を運動制御を最適化していきます。センサーすべてではなくて今強い分野に力を入れていきます。そして自動車のアクティベーションに力を入れてきます。もういただけますでしょうか。統合した後のこの3つの領域の売上高構成比率の大体でいいのでイメージでもいただければと思います。 We will、 はい、今後何ヶ月かでこういった数字をすべて取りまとめて、より詳細に開示する予定です。時刻を過ぎてしまいましたので、これをもちまして本日の説明会の方を終了させていただきます。本日はありがとうございました。